いや、圧巻でした、このメタルマクベス、新幹線の作品をいくつか僕は見てるんですけれども、あのメタルマクベス自体は初めてで、共演した方もね、何人か出てるんですけれども、なんかね、普段見たことのない表情だったりとか、そういうのが一つ一つもいちいち面白いし、かっこいいし、美しいし、なんかね、役者としてはこうすごくなんか、なんていうんですかね、羨ましいというか、特にやっぱりこのステージでしかできない、演出なので、これね、本当アトラクションに来た感じなんですよ。僕も初めて五右衛門ロックでこのステージを体感したんですけれども、本当実際こう回るのかなってすごく結構疑ってたんですよ。でもね、あ、これがなんかね、こう近未来というか、こうもう一つ上の次元の舞台作品だなっていうのをすごく感じました。まあ、こっち側からすると、出てる役者さんたちとかね、スタッフの方は相当大変だろうなと思いますけど、やっぱりそれをこう微塵も感じさせない、ね、舞台装置、そして演出、これはね、見ないと損ですね。どうしようかな、なんか気にはなってるけど、ちょっとなっていう方がいらっしゃったら、これ本当絶対おすすめですんで。しかもこのメタルマクベスという作品、今までのどの作品よりもやっぱこの舞台が生かされた作品だったと思います。ぜひ劇場に見に来ていただければと思います。